レッドシリーズレクチャーコーナー、イエーイ。ラジオ来たらおなじみの、はい、ライブでやってるレクチャーのコーナーということでございます。さあ今回は20周年のアニバーサリーライブということで特別バージョンでお送りしたいと思いますが、皆さんがそれぞれ、このライブでやってきた一曲一曲をですね、まとめたメドレーのコーナーにしてお届けしたいなと思うので、当日は、覚えてですね、一緒に皆さん踊ってほしいなと思います。はい、まあ、20周年ということでね、本当に、まあ、いろんなことありましたよ。ありましたね、いろいろありましたね。もう思い出すと涙なしでは語りません。まあ新しいこともいっぱいあり、はい、苦しいこともいっぱいあり、それを経て20周年ということで、またここからね新たなスタート切れればなと思ってますが、まずはですね、このライブで一緒に盛り上がって2時間なのかな、2時間半なのかな、はたまた45分なのかな、短い、何時になるか分かりません、何時になるか分かりませんが、6月11日はぜひ一緒に楽しんでほしいと思います。はい、早速1曲目、まずはこの曲からいってみましょう。 Around the World、 Let's go around the world。 はい、やってきましたレクチャーコーナーということで、1曲目は Around the World になるんですけど、皆さんは僕たちが例えば右手を上げたら左手を上げるような鏡を意識したような感じにしてください。まずは手を上げて下ろします、手を上げて下ろします。そしたら次は肩肩肩肩、そしたら両手を内に戻して広げていきます。そしたら腕を2回アップで回してパチ、そしたらもう一度腕を上げて下げる、腕を上げて下げる。そしたら今度はスイングします。持ってきてあげて、また大きくスイングさせる。そして肩から投げます。もう一度いきましょう。セーブ、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイ、シック、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セーブ、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファー、シック、セーブ、エイ、スイン、スイン、ファー、シック、セーブ、エイ。以上になります。では、曲でいってみましょう。アラウンド・ザ・ワールド。いきまーす。ファー、シック、セーブ、エイ。回りだせ、この I go round。では2曲目、ジョイフルからやっていきましょう。まずは下からスイングをさせます。上げる、そしたら上からなぞるような形で下ろして、肩から投げます。そしたら肩を1、2、3、4、5、6、7、8、そしたらまた下からスイング、上げる、スイング、上げる。そしたら流していく、で肩を流す。そしたら大スイング、大きく持ちます。そしたら腕を肘と合わせて、合わせて、最後にパンチ、タッチして触る、刺す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 。カウントで5、4、3、4、5、4、8、1、2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 、3、
ましょう。ジャイフル。君と重なる
クレイジービート構造をやってみましょう。まずは腕を出してあげます。ここの指がちっちゃい方になってます。1、2、腕を出して1、そしたら片手を上から持つ。次は両手、そしたら下からスイングをさせて、2回下からスイングをさせて、クランク。そしたら大きく腕を引き上げます。そしたら肩から投げる。もう一度指を出してヒッチハイク、腕を出してヒッチハイク。そしたら下ろしてくる、両手下ろしてくる、下ろしてくる。下からスイングをしてクランク、下からスイングで、クラッシュ。そしたら前にパンチを1、2、3、そしたら大きく回して最後大パンチドン。それではカウントでやってみましょう。5、4、3、4、5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 、4、
クレイジービート構造をやってみましょう。ミュージックスタート。クレイジービート構造、湧き上がる3曲お届けしました。作曲順もですね、アラウンドザワールド、ジョイフル、クレイジービート、ゴーズオンという曲順でいきますので、皆さんぜひ覚えてですね、当日一緒に、踊ってほしいと思いますが、万が一この映像を見逃した方は、当日、会場の、ね、外のモニターでずーっと流してますので、あ、私見てないやっていう方はぜひグッズ買いながらこうずっと見るとか勉強してほしいです、ね、ジュース飲みながらずっと見るとかいちいちずっと流れてるんで、うん、そちらのチェックして会場に入っていただいて、ライブは一緒に盛り上げてほしいと思います、はい、以上ダパムでした。